今回はほんの一手間で格段に美味しくなる簡単なのに本格的なさつまいもご飯の作り方をご紹介します。ほっくり癒される美味しさは秋の味覚の代表格、栗ご飯にも劣らないほど。さつまいもご飯の嬉しい健康効果やアレンジレシピもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいね。早速作っていきましょう。このチャンネルでは我が家で使ってみて良かった商品や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。まずはお米を研いでいきます。今回は2合の分量で作っていきますが、3合、4合、5合の分量は概要欄に記載していますので、必要な方は概要欄をご覧くださいね。お米が割れないように優しく洗いましょう。数回洗い、水を切ったお米をボウルに入れ浸水させます。浸水用のお水の分量は適当で大丈夫。冷蔵庫に入れて30分ほど浸水させます。さつまいもを切っていく前にボウルに塩水を用意します。さつまいも 300g に対し水 500ml、 塩を小さじ2杯入れます。このお塩がポイントなので絶対入れてくださいね。お塩を入れた理由は後ほど詳しくご説明しますね。塩が溶けるまで混ぜ合わせます。今回使用するさつまいもは紅はるか。さつまいもご飯を美味しく作る上でさつまいもの品種も重要になります。安納芋などの蜜芋は柔らかく甘すぎてご飯がねっとりしおはぎみたいになってしまうので避けた方が良いです。ホクホク系がお好みの場合は紅あずまやなると金時がおすすめ。しっとり系がお好みの場合は紅はるかやシルクスイートがおすすめです。しかし紅はるかやシルクスイートなどの品種は貯蔵されると糖度が上がり甘さが強くなってしまいます。取れたてなら問題ないですが、貯蔵された11月以降に使うときは注意です。次はさつまいもを洗います。さつまいもは皮ごと使っていくので土や汚れが残らないように念入りに洗いましょう。さつまいもは先端部分やくぼみに土がたまりやすいので、その部分は注意して洗いましょう。さつまいもの皮には抗酸化作用が期待できるポリフェノールの一種クロロゲン酸とアントシアニンが豊富です。これらのポリフェノールは約 80% が皮の下にあるとされているので、皮ごと食べるのがおすすめなのです。次はさつまいもを切っていきます。さつまいもは切ったらすぐに塩水につけます。切ったさつまいもを放置しておくとアクで黒ずんでしまい、完成した時に見た目が悪くなり渋みを感じることもあります。見た目が美しいさつまいもご飯にするためにはアク抜きは必須です。さらに水にさらすことで炊いた時にさつまいもがパサパサになるのを防いでくれ、塩が入っていることで甘みが増し素材の味が引き立つさつまいもご飯になります。全然甘くないハズレ芋を買ってしまった時でも塩水につけると甘みが増し美味しく食べられるんですよ。さつまいもの繊維に沿って縦に切ってから乱切りにすると炊き上げた時に形が崩れにくいです。乱切りは大きすぎると火が通りづらく、小さすぎても煮崩れてしまうので一口サイズが良いでしょう。切ったら変色してしまう前に水につけます。さつまいものアクの正体はギャラピン、クロロゲン酸、タンニンなどの成分で、ギャラピンは整腸作用があり
クロロゲン酸とタンニンはポリフェノールの一種で抗酸化作用があり健康維持に役立ちます。栄養面だけを見るとアク抜きの必要性はないのですが、黒ずんださつまいもご飯はテンション下がりますよね。切り終わったら30分から1時間このままアク抜きします。30分経ちました。お米とさつまいもをザルにあけて水気を切っておきます。我が家は炊飯器を持っていないので土鍋で炊きますが、もちろん炊飯器でも大丈夫です。炊飯器の場合は2合の線までお水を入れてください。味のムラが出ないように軽く混ぜたら、旨味をプラスするために昆布を入れます。さつまいもは上にのせるだけ。炊く前にご飯と混ぜ合わせてしまうと均一に火が通らなくなってしまいます。さつまいも同士が重ならないように広げたら炊いていきます。炊飯器の場合は普通の炊飯モードで OK。 鍋の場合は強火でスタートし、沸騰したら弱火にして12分ほど炊きます。炊き上がったら蓋を開けずに10分蒸らします。蒸らし終わりました。さつまいもの良い香り、ホクホクで美味しそうです。混ぜるときはさつまいもの形を崩さないように、そこからすくい上げるように混ぜます。昆布を取り出します。さつまいもに含まれるビタミン C は熱に強く、リンゴの5倍も含まれています。お腹の調子を整える不溶性食物繊維やオリゴ糖も豊富。主食でビタミン、ミネラル、食物繊維が取れちゃうシンプルで需要たっぷりなさつまいもご飯です。黒ごまを振りかけて完成です。早速いただいてみます。見るからにホクホクで美味しそう。優しい甘み、ご飯の塩気とさつまいもの甘みのバランスが絶妙です。ごまの香ばしさも合わさって最高に美味しいです。時間があるときはぜひ土鍋で炊いてみてください。どんなに気持ちが沈んでいたり疲れ気味の時だって、炊きたての土鍋ご飯を前にしたらきっと笑顔になるはず。心も体も元気になるシンプルなごちそうです。残ったさつまいもご飯でバター醤油焼きおにぎりを作ります。焼いている時に形が崩れないようにしっかり握りましょう。おにぎりを握る時は手袋はせずに素手で握るようにしています。おにぎりを素手で握ると体内に乳酸菌などの常在菌を取り込めるんですよ。ご長寿のおじいちゃんおばあちゃんの手には常在菌やプロバイオティクスがいっぱい住んでいるので、じいじやばあばの握るおにぎりは健康結び。たくさんの種類の常在菌を獲得すると、ウイルスや病原菌に負けない腸内細菌が完成し、
免疫力がアップするんですよ。できました。形がいびつですがご愛嬌。フライパンにバターを入れたら全体に伸ばします。中火でこんがりと焼いていきます。しっかり焼き固めることで裏返すときに崩れにくくなります。焼き色がついたら裏返します。裏面にもバターを染み込ませます。両面にこんがり焼き色がついたら OK。 スプーンやハケを使って周りにお醤油を塗っていきます。裏返してお醤油を塗る作業を2回ほど繰り返します。お醤油の加減はお好みで調整してください。さつまいもご飯にも塩味があるので塗りすぎに注意です。側面にも忘れずに。できました。こんがりして美味しそうです。盛り付けていきます。完成です。外側はこんがりカリカリに焼けていて、バター醤油の香ばしい香りがします。割ってみるとさつまいもがゴロッと出てきます。さつまいもと醤油の甘じょっぱいお味がやみつきになりますよ。お弁当にもお酒の締めにもぴったりです。冷凍保存もできるので、まとめて作っておいて食べたい時に食べることもできますよ。簡単で本格的なさつまいもご飯とバター醤油焼きおにぎり、いかがだったでしょうか。思い立ったらすぐできるさつまいもご飯。ごろっとしたさつまいもは満足感があるので、お味噌汁を添えるだけで最高のごちそうになります。とても美味しいのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。